はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は渡辺名人対羽生九段の王将リーグ4回戦のハイライトやらせていただきます。ここまで羽生九段が3連勝、渡辺名人が1勝2敗で迎えた4回戦。千日手指し直しの末に、羽生九段が後手番、渡辺名人が先手番で、羽生九段が最近連載している横歩取りの進行になっていきました。で、渡辺名人は、5八玉と上がる青の竜ではなく3六飛車と引きました。でこの流れは、ほとんど評価値的に互角と出ております。以下8四飛車に2六飛車と回りまして、2二銀、8七歩、2三銀といつも通りの駒組みが進行していきました。以下6八玉、6二玉、3八銀、7二銀と居飛車対振り飛車のような駒組みになっていきます。でそこから9六歩とつきまして、9四歩と返して3六歩と渡辺名人がついていきました。そして8八角成、同銀、3三桂馬、この銀冠のような形を作って角交換して桂馬を跳ねるというのが後手番の横歩取りの常套手段になっております。でそこから7七銀と壁銀を解消して2五歩、2八飛車、2四飛車と進行しました。でこれで次2六歩と突くような手もあるんですが、大丈夫と見て渡辺名人は7九玉と下がりました。仮にすぐこれ2六歩とか突くと、一例として4六角という反撃がありまして、2五飛車には3七桂と跳ねて、飛車がどっか行ってくれれば2六の歩が取られちゃうということですね。ということで後手としても2六歩はまだちょっと突きづらいということで、羽生九段は7一玉と囲っていきました。そして8八玉と渡辺名人が上がりまして、ここから8二玉と組み合っていくんですが、この展開は先手の一歩得が生きる展開で、若干先手がペースをつかんでいくという格好になりました。ちなみに8二玉のところでは9五歩と端を攻める手もあったようです。同歩に9六歩と打って、仮に同香なら7四角で香車を狙っていこうと、こういう筋ですね。で仮に9七玉ならそこで2六歩とついて、香車をもぎ取って2七香車と放り込んだりして、これは先手もかなり怖い戦いだったようです。9六歩の時に手抜きで何か指していくという形になりそうでした。ということでそういう展開も一局だったんですが、実戦は8二玉、3七桂、そして5四飛車と進行します。ここから渡辺名人は6六角と打って5七飛車成を受けていきました。ここでは角を温存して6八金と寄る手も非常に有力だったようです。実戦は6六角に4四歩と羽生九段が角の利きを遮っていきました。仮に2五桂なら4五桂と跳ね違って有利という読みですね。で渡辺名人は4六歩と突きました。これも何気ない歩突きに見えて、読みが非常に入っていないと指せない素晴らしい一着でした。で羽生九段は6九角と打って3六角成を狙います。ただ渡辺名人は4八金と上がりまして、3六角成に4七金とバランスを保っていきました。馬を作らせてもこの金銀を活用していくのが良かったというわけですね。ちなみに4七金では4七銀と上がる手も非常に有力でした。で実戦は3五馬、3六歩、2四馬と羽生九段が馬の位置を安定させにかかります。で渡辺名人は5六金と上がりました。放っておくと次6五金で飛車を取っちゃおうという手ですね。で後手は6四飛車と6五金だけはちょっと避けるということで寄っていきました。この辺りは、後手の飛車が非常に圧迫されておりまして、馬は作ったんですが渡辺名人が若干させている展開となっております。でここから以下7五角と飛車を狙って、後手は3五歩と飛車の代わりに桂頭を攻めていきました。でここで渡辺名人が2五桂と桂捨ての勝負手を放っていったんですが、これが結果的にですが羽生九段の受けが素晴らしくあまり良くなかったようで、ここから一気に羽生九段のペースになっていきました。以下同馬と取って5五金に7四飛車とあえてこの馬を作らせる位置にかわしたのが素晴らしい攻守で、5三角成に4五歩とこの圧迫されていた7四の飛車を4五歩でうまく活用していきました。で渡辺名人は同歩と取ったんですが、そこで2四飛車と
飛車をうまく逃がして、ここで羽生九段がはっきり優勢になりました。先手としては、桂馬を捨てて飛車を圧迫しに行ったんですが、その飛車に逃げられてしまってはいい通りがないというわけですね。この数手で一気に羽生九段が優勢となりました。ちなみに本譜の同歩2四飛車の展開ははっきり羽生九段が優勢となりましたので、ここで2五飛車同桂6五角と打つ勝負手もあったようです。これもちょっと先手としては流れが変調といったところでしょうか。で、実戦は2四飛車に4四歩と渡辺名人もなんとか攻め合いに出ようとするんですが、3六歩とじっと取り込んでいったのが冷静な攻守でした。3六歩に対して4三歩成とすると同馬と取るのが攻守で、これで同馬だと2八の飛車がポロッと取られちゃうというわけですね。で、同馬に2八飛車成がありますので、2四飛車と先に取るとどうかということなんですが、飛車を取ってくれず5三馬と働いていた馬を除去されてしまって、この交換はちょっと先手から見て損になってしまうので後手が指せる進行だったようです。ということで実戦は4三歩成を断念した渡辺名人が5四馬と粘りに行きました。これでまだ先手も粘れそうかなと思っていたんですが、羽生九段は2六歩と渋く抑え込んでさらにリードを拡大していきました。次放っておくと3四飛車と寄って3七歩成とと金を作っていく手が厳しいです。で、渡辺名人はここから2二歩と勝負手を放っていきました。放っておけば2一歩成から2二と金などで勝負しようという手なんですが、羽生九段は構わず3四飛車と決めに行きました。放っておくと3七歩成が厳しいですね。で、渡辺名人は4三歩成と攻め合っていきました。で、ただ3七歩成とされまして、これで完全に突破をされてちょっと先手が持たない形勢になっております。ちなみに4五金と寄る手に対しては同桂同馬に3七歩成としまして、3四馬同馬3七銀に6四角という要領で出しておけば、これも左右の馬が非常に手厚く、後手の駒得が生きる展開でちょっと先手が難しい状況だったようです。羽生九段が見事な手順でリードをさらに拡大していきました。で、実戦は4三歩成3七歩成に4四金と上がっていくんですが、3五飛車と一つ浮いたのが攻守でした。これで2五の馬が守備にもスーッと効く格好になりました。で、渡辺名人は3七銀と取って同飛成に6八飛車と飛車を交わすんですが、そこで4三金とと金を払っていったのが羽生九段の、これがまた素晴らしい手順でした。4三金と払わないとちょっとやってみましょうかね。例えば平凡に5九銀とかですと3三とと取る手がありまして、仮に同金だと7四桂同歩5五馬と、王手竜取りに引く手がありまして、これはちょっと先手としても元気がちょっとだけ出そうかなという局面だったようですね。ということで、一回もったいないようでも4三金と金を捨ててと金を払うのが攻守で、同金に5七竜と馬取りに当ててさらに羽生九段がリードを拡大しました。本当に4三金から5七竜素晴らしく冴えた手順でした。で、この5七竜に普通に馬を逃げると5六桂という通打があるので、渡辺名人は5六歩と打っていきました。これも非常にうまい受けなんですが、後手の5六桂を消しつつ馬取りを受ける非常に巧妙な一着なんですが、構わず同竜と取りまして4四馬に4五桂が絶品のさばきで後手勝勢となります。ほっとくと5七桂成が厳しいです。で、ここから渡辺名人は5五金と虎の子の金を打って5九竜に4五金と桂馬を消していくんですが、そこで8六歩と羽生九段が手を震わせながら打ったところで渡辺名人無念の投了となりました。羽生九段が本当に見事な内容で渡辺名人を下し、王将リーグ4連勝となりました。投了図以下は同歩と取ると8七歩と打ちまして、仮に同金なら7九銀が炸裂します。また同玉には8九竜とボロッと桂馬を取ることができまして、これも厳しいですね。で、また9八玉も5六桂と打たれまして、
飛車をかわすと2七歩成で飛車を詰まされて勝負ありと。3八飛車とかわすのもやはり2七歩成、3一飛車成で飛車が守備に使えなくなった瞬間に6九馬と潜り込んで、これも先手がほとんど受けがない状況になってしまって勝ち目がないというわけですね。まあ、ということで、まあ、ちょっとこういう展開、もうこれ以上指しても意味がないということで、渡辺名人、無念の投了となりました。あとまあ、7九桂と頑張る手もありそうなんですが、これに対しては、やはり5六桂と打ちまして、1八飛車なら2七歩成、3八飛車も2七歩成で、飛車をかわすと6九銀と打たれて、これもちょっと一手一手の寄せになるというわけですね。まあ、ということで、まあ、ちょっと渡辺名人としては、8六歩の時点で、ちょっと早いようですが、すでに指す手がないということで、潔く投了となりました。これで見事に羽生九段が王将リーグ4連勝となりました。藤井王将への挑戦権まで、おそらくまだあと1勝、おそらく5勝すれば、ほぼほぼ挑戦権獲得になると思いますが、1敗の服部五段、そして永瀬王座、豊島九段がどこまで追い上げてくるか注目ですね。羽生九段、残りの対戦相手は豊島九段、そして永瀬王座、この2人となっております。果たして、羽生九段対藤井王将の初めてのタイトル戦、実現するかどうか大注目ですね。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。